一番近くで見つめてるよ、あなたのこと。違うんじゃないかなって思うよ。それに手じゃなくておでこだから、癒しのおでこ？あ、なんかかわいい。あんまり起きてない方がいいよ。明日から授業始まるから。うん、もう寝る。おやすみなさい、お姉ちゃん。おやすみー。あ、そうだ、明日は自分で起きるから。白衣性愛情依存症。起きて。おはよう。
しょ。寝言？寝てる、まだ寝てるよ、お姉ちゃん。今日から武田さんと天藤さんも出席してみんな揃いましたね。ええ、昨日はすみませんでした、大原先生。どうもどうも。いえ、授業が始まるのは今日からですから。ただ入学式に出られなかったのは残念でしたね。では朝のホームルームを始める前に、二人にはクラスのみんなに自己紹介をしてもらいましょうか。武田さんから。武田朔也です。私が看護の道を志したのは、それが自分のすべきことだと思ったから、それだけです。でも具体的には何も言ってないような。天藤樹、私は趣味と実益を兼ねてかな。詳しくは内緒。ミステリアス気取りか。お姉ちゃんがイチャモンつけてばっかりのヤシウマさんみたいになってる。やっと見つけた。はい、二人ともありがとう。ではホームルームを始めますね。今日は午後の授業で早速基礎看護技術の実習がありますが、皆さん実習着はちゃんと持ってきていますか？すごい。人体を構成する206の骨の名前と箇所、すべて覚えること。これは看護における基礎中の基礎だよ。来週の授業で確認の小テストするから、9割取れなかったら取れるまで放課後再テストだからね。学校怖い。いないか。なおちゃん、ちょっと風に当たってくるね。いられると教室に入れないわ。あ、ごめんね。大幸アスカ、クラスの子から聞いたわ。え？あなた、看護師の志望理由がわからない、だそうね。うん。ふざけた話、それで続けられるとは思えないわね。おお。なんでだろう、あんま
り嫌な気してない。え、ひょっとして私ってそっち系の。いやしたいことあったのにな。あなたを見たとき、どうして星が見えたの？白衣性愛情依存症。初の実習。なんか緊張っす、緊張っすよ。お姉ちゃん、口調変になってる。大丈夫、ナオもだよ。ね、皆さん、緊張している人もいますか？今日の基礎看護技術ではベッドメイキングの実習を行います。看護師になれば毎日何度も行うことになります。入院中の患者さんが長い時間を過ごされるベッドを清潔に保つ大事な作業ですから、よく覚えてくださいね。一度先生がお手本を見せます。説明しながら行いますから、それを見て皆さんにもやってもらいましょう。そうですね。では なるべく近くで見てください。その方がよくわかりますよ。まず最初に、そしてシーツにシワが寄らないようにしっかり伸ばして、端は三角にしてマットに入れ込むこと。シーツにシワがあれば、シワが患者さんの体を圧迫し、特に寝たきりの患者さんや皮膚の弱い患者さんだと、すぐに褥瘡、床ずれができてしまいます。また、シーツ交換をする際、患者さんの持ち物を動かしたら必ず元の位置に戻すこと。患者さんはとてもナーバスになっているので、ちょっとしたことが不安の材料になったりもします。ただし、さすがね。大幸明日香さん、よそ見ですか？ちゃんと見てないとダメですよ。すみません。そして最後に、個室でない限り他のベッドには患者さんがいますから、バタバタして埃を立てないように静かに手早く行うこと。はい、以上です。このベッドで昼寝したら死ぬほど気持ちよさそう。
どうですか、大幸飛鳥さん。あ、寝てみたいです。お姉ちゃん、わあ、そうじゃなくて患者さんにもそう思ってもらいましょう。手順覚えましたか？いいね。じゃあやってみようよ、お姉ちゃん。よし、なおちゃん、最初は私がリードするよ、任せて。うん、お願いね。どうしてこうなったのかな、なおちゃん。ごめんね、なるべくフォローしようとしたんだけど。なおちゃん、なんかこれ見てるとめまいがしてくるんだけど。なおもちょっと気分が…おかしい、計算上は完璧だったはずなのに。難しいでしょ、頭では分かっていても実際にやろうとすると。あ、先生。うわぁ、もう一度やってみましょうか。今度は先生がアドバイスをしながら。テストがありますから、一人でできるように何度も練習しましょう。テスト？お姉ちゃん、お姉ちゃん、ナオがいるよ。放課後、実習室は自由に使えます。頑張ってくださいね。はい、上手ですね、このベッドは。ほぼ合格点です。いいえ、まだまだだわ。結構面白かったよ。思ったよりコツがいるね、これ。ベッドで人が寝てる状態でもやるんでしょ？大原先生、次は一人でやってみてもいいですか？ええ、そうですね。なら次は。最初のベッド、採点してもらったら何点だったんだろう。ふざけた話、それで続けられるとは思えないわね。
先生からもそう言ってもらえたのは良かったけれど。春休み、自主トレした甲斐があったってことね、姫。だから、学校でその呼び方は？はーい、先生。通学路は学校に入らないと思います。自主トレなんてしてたんだ。すごい。私なんて寝てばっかりで。寝て、ばかり？お姉ちゃん受験頑張ったもん。でも、ちょっと太っちゃったんだよね。うわぁ！なおちゃん！それはトップシークレットだよ！言っちゃダメ！はぁ、あ。いつきも、余計なこと教えないで。いいじゃん。天才ぶりたいわけじゃないんでしょ？最初はいきなり、私をベッドに寝かせてやるもんだから、こっちは落っこちまくって青技だらけ。手順は合ってるはずって言って、聞かなくてさ。って、いつき！へぇー。白衣性愛情依存症。うわや。カエルって、なんでゲコゲコって鳴くんだろう。でしょうね。やっぱり取れなくていいかな。気にしてるかな、富山先生。あ、小学校の時の？うん。看護学校に入ったこと知ったら、なんて言うかなって。喜んでくれるよ、きっと。そうかな。まあいいや。おトイレ。授業の後、全部の骨の名前なんて覚えられないって言ってたから。人体を構成する206の骨の名前と箇所、すべて覚えること。これは看護における基礎中の基礎だよ。来週の授業で確認の小テストするから、9割取れなかったら、取れるまで放課後再テストだからね。だから先生に、いい覚え方はないですかって聞いてみたんだよ。そしたら教えてくれたんだ。トイレの前に人体骨格図を貼ってね。
骨の名前を何箇所か付箋とかで隠しておくんだって。それでトイレに行きたくなったら付箋で隠してある骨の名前を当てるの。当てるまで入っちゃダメってルールで。おう、大丈夫だよ、まだ一個だけだから。嘘！本当だ。尺骨はなんとなく覚えてる。でももう一本わかんねえ。お姉ちゃん、言葉遣い